アービン・カーシュナーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督。スター・ウォーズ、帝国の逆襲、ネバー・セイ・ネバー・ゲイン、ロボコップ2を監督したことでよく知られる。ユダヤ系アメリカ人の家系に生まれ、フィラデルフィアのテンプル大学などで、音楽、美術、写真撮影技術などを学んだ。南カリフォルニア大学映画芸術学部で、映画撮影技術を学び、 その後は合衆国政府によるポイント4プログラムでのイラン援助事業におけるスチールカメラマンとして就業、最終的には合衆国情報局のもとで制作されたイラン、トルコ、ギリシャにおけるドキュメンタリー映画のディレクター及び撮影カメラマンとなった。帰国後は主にドキュメンタリー系のテレビ番組の制作に従事し、監督、撮影、編集などを手掛けた。後に、 西部劇座レベルの企画と監督も務めた。その後は映画界へ転校し、ザラック・オブ・ジンジャー、コフィーなどいくつかの作品を手掛け、特攻サンダー・ボルト作戦ではエミー賞級部門の候補にノミネートされた。カーシュナーを世界的有名人に押し上げたのが本作である。監督候補抜的に驚いた本人がジョージ・ルーカスにそれを問いただすと、その返答は、 あなたは、ハリウッドのディレクターが身につけておくべき知識をすべて身につけつつも、ハリウッドの人じゃないからというものだったといい、ルーカスは彼の登場人物のキャラクター作りのセンスが気に入っていたという。当初、本人は乗り気でなかったが、マネージャーの説得もあり承諾。その際に彼は、映画の画面を人々の顔で満たしたい、これに勝る娯楽はないと語ったという。 帝国の逆襲の後、カーシュナーは、ネバーセネバーアゲイン HBO でのトラベリングマン、ロボコップにを監督した。また、テレビシリーズ、シークエストのいくつかのエピソードを監督し、マーティンスコセッシュの最後の誘惑では俳優としてデビュー、ゼベダイ役を演じた。また、スティーブン・セガールの沈黙の要塞では映画監督役を演じた。彼は、 南カリフォルニア大学の教員でもあった。カーシュナーは3年半に及ぶ肺がんとの闘病生活の末、2010年11月27日にロサンゼルスの自宅で死去した。彼は死の直前まで写真撮影に取り組み続けていた。ありがとうございます。